2019明治安田生命 J1 リーグの第29節、名古屋グランパス対ベガルタ仙台の一戦です。名古屋のホームゲームは今日が今シーズン最後ということになります。1勝1分け4敗、まあ、自分たちのホームゲームでありながらなかなか勝ち星を上げきれていないホームの名古屋、この瑞穂で勝利上げることができるか。一方のベガルタ仙台も現在は残留争いに巻き込まれています。ご起立、先週日本列島を襲った台風19号で多くの犠牲者が出ました。亡くなった方々への哀悼の意を表しまして黙祷が捧げられます。それではフォーメーションで見ていきますけれども、浅野さん、まあ、これはフィッカデンティ監督になってから 4-3-2-1 というフォーメーションになりましたが、はい、そうですね、やっぱ特徴的なのはやっぱこの中盤の3人、はい、まあ、ボランチの1にいるこの3人なんですけども、はい、まあ、基本的にその相手、今日の相手仙台というところでやっぱサイド攻撃を一つ武器としてますよね、はい、では一方阿部、仙台のスターティングメンバーフォーメーションで見ていきます。ゴールキーパーはヤクブ・スオビク、そして島尾マテが帰ってきました。このあたりがどう相手の攻撃を止めるかというところにものですね、はい、そうですね。ここは長戸、 J1 トップタイのアシストを誇っています長戸。8番が松下、長戸、そして関口、中央にハモン・ロペス、その後ろに長澤、長澤がニアに来た、長澤のヘディングシュート、ランゲラックもまたしても見事な反応です。さあコーナーキック、長澤は中央、キッカーは長戸、ヘディングシュート決まった、アウェーのベガルタ仙台先制。マテとか長澤がうまくブロックをしているところに、空いたスペースに入ってきましたね平岡、はい、おそらくこれトレーニングでやってる形じゃないかなというふうに思いますね。あ、そうですか、中に前田、うん、預けて泉から場外いるぞ、前田シュート、ここはサイドネット、前田のシュートはネットの横、最後触りましたね仙台の選手。あ、そうですか、コース変わってましたね。さあ泉、アイディアがあるパス、さあ上に当たるか、前田シュート、ヤクブ・スオビク、前田のシュート、うん、前田が足元要求、中央に上、シャビエル、シュートでいった、枠のわずかに右、上のところには島尾マテがついています。さあ抜けた、クロスが上がる、赤崎シュート、赤崎のヘディングシュートでした。短くパスをつなぐ、太田、柔らかいボール、上、後ろ、赤崎シュート、止めた止めた、ヤクブ・スオビクが止めました。ここはビッグチャンス、ビッグセーブ、決めたかったですけど、ただまだ依然として名古屋を押し込んでいます、はい、丸山からジョー、胸で落として反転シュート、ワンタッチあったのではないかというジョーのアピール。ここは太田康介に代わって宮原、宮原が右、吉田が左という名古屋。阿部チャンスを作る、倒れない、
PK、 PK、 この時間帯で PK を終えました仙台。大きなチャンス、代わって入った阿部がファールをもらいました。仙台が勝てば順位が入れ替わる残留争い、直接対決。ランゲラック反応しましたが決めました、仙台追加点。後半の40分、ハモン・ロペス見事 PK を決めて2対0。ボールスピードがねやっぱあったんでね、はい、ランゲラックもやっぱ反応してるんですけどもね。宮原体を張った、もう入れていいと思います。早めに入れる、少し流れたか。泉がヘディング、ジョー後ろ、赤崎ここでクリアして、試合終了のホイッスル。ベガルタ仙台アウェーの地で勝ち点3を手にしました。3試合ぶりの白星ということになりました。先制ゴールの平岡、笑顔が見えます。